はい、星のドラゴンクエストです。テポンゲです。恒例の星のドラゴンクエスト後付け、福引き、実況プレイのやつです。いつものね。はい。またしてもね、2枠確定の、これね、黄金竜シリーズの2枠確定福引きが、やってまいりました。これは何なんだろうね。リリースの1000日のなんとかなんとかってのが、来とったんで、それの恩恵で出してくれたタイプのやつかな。突然だったんでね、1日ね、その1000日のやつで1000ジェムもらえるみたいなやつね、でちょっとね、1日や、星空開いてない、空白の1日があって、それで逃してもらえませんでした。だからなんか天空、これなんか天空とかのなんかもう回してるけどね、うん、これはこれ精霊の福引きで、何あれあれ、パスポートが無料で試せて5枚チケットもらったから、とりあえずこっちで5枚チケット無料のやつやっちゃおうぜっていう感じで今回してる。うん、なんかね、強いらしいよ、この4大精霊っていうのの、あの武器と防具が強いんかな。武器はね、見た感じそこまで、まあ S のスキルつけれたり、あ、うん、星5だけどね、うん、これ闇衣も上はもう貫突しております。はい、売却。なんか何がいいんだろう、なんか最近の新しい武器とか、変な特性ついてるよね、武器2本持ちのやつとかさ、なんかそういうシリーズのやつが、剣がそれに属してたかな今回。ただコーンはちょっと欲しい。コーン、炎の精霊のコーンがなんか良さげだった。 S スキルもつけれたはず、確かね、うん、まあね、今回はこっちはね、ほどほどに無料だけでね済まします。はい、無料だけで済ます。メインは2枠確定の方でございますので、当たればラッキー。残念でした。まあけどね、この黄金流装備なんだけど、賞味一通り揃ってるんだよね。うん、だからね、貫突目指す感じ、どっちかっていうと。で、しょっぱながらこの引き強くない？強いでしょ。はい、探検と遠征のやつと、カムリウエ、でハンマーね、黄金竜ハンマーと刀身はスクリーンショットで水衣の下ね。ハンマーは賞味欲しかった。貫突ちょっと今目指してて、今2突までできてんのかな、2突までできてて、このハンマーめちゃくちゃ火力高いから、まあ、全体攻撃じゃないんだけど S スキルで、それでも、けど貫突しても S スキルはつけれないんだけど強いで、冠は貫突してる確か。だから黄金竜の衣系は正直今回当たってもあんまりうまみはない。うん、どっちかというと鎧系ね、鎧系の方が嬉しい。貫突まだできてないの多いから。んで、この引き強い。斧はね、もう弾使ってね、貫突刺したんよ。はい、刀身の探検持ってなかったんだね、持ってなかったらしい。で、斧なんだけど抜き出しも1本してて、弾使ってね、進化させて貫突させちゃったもんだから、どないしようかなっていう話だよね俺ね。2本目運用する。で、これ黄金竜鞭ね、ピオリム取り出し可能になりました、これで2本目なので。で、ミラクルボディの黄金竜の衣上はあまりかな。うん、あまりですね。で、刀身の探検は初ゲットということで、なかなかね、引きいいでしょ今回。引きがね、いいとね、思われがちでしたね、どうやら。ここでいつもの引き。
で、エンデの鎧上とアークアロー。アークアローは優秀だね。アークアローはいいスキルだね。これね、攻撃と守備ワンチャン下げれて、でエンデの鎧上も休みガード強ついてるから、ほんとボスによってはもうめちゃくちゃがっつりハマる、うん、いい装備。これで1個2個出たから3突目かな、うん、で兜上はありがとうございます、突させていただきます。これはい、でまたハンマーの引きがね、今回これハンマー2本目ね。ハンマーね、これはもうエテのメインウェポンになるかもしれない。今黄金竜、今使ってんのが黄金竜の斧貫突、あと大の剣の錬金版貫突、黄金竜爪貫突だから、これまた一つねハンマーの貫突武器として使います。はい、ガイアーラの鎧下、これはなんだっけ、セブンの最強装備シリーズだったっけなやつね。なんかあんまりパッとしないけど、まあ見た目嫌いじゃないから、まあ揃えたいなっていう感じですね。まあけどこれで揃ったんかな、盾だけないんかな、盾あったっけ、っていうかスフィーダか、スフィーダ持ってない。でオーガシールドも多分貫突できそうですね。無料福引きでこの前当てたばっかりなんで、貫突に近づきました。もしかしたら貫突できるかもしれない。で今回、はい、ハンマーありがとうございます。ハンマーがいっぱい、はい、もう余裕の貫突ですね。今回これで黄金竜ハンマーは4本出ました。はい、余裕の貫突ということで、だからね、この黄金竜ハンマーには、まあ、マインドブレイクつけて、あとまあ、戦いのほら、戦いのハンマーのやつね、パイレーツハンマーの戦いのあれをつけて、でさらに A スキルがもう一個つけれるから、そこなんかね、それこそ今のアークのハンマーのやつつけてもいいしね、うん、フーマの盾、ここでスキップミスするというね、痛恨のスキップミスからの冠はもういらない、冠はいらない、おぉ、刀身無知。まあ、刀身シリーズは、どうなんだろうね。オリハルコンはシンプルに嬉しい。ルビスのコンにつけたいからね。新鉄劇。刀身系はいまいちね、パッとしないよね。刀身系自体を貫突させてもって感じだもんね。まあ、火力はそんなに劣ることはないけど、やっぱメインスキルとしてはどうなのって。はい、ここでまた5箱、縦に下に知力の鋼のやつ、大盾は1個しかなかったんでね、これで、2突かな、2突までいけましたね。大盾これは嬉しい。あと2回です。あ、言ってなかったね。今回3万ジェム使う。あと20連です。てれれ。はい、3個。ここはちょっとしょっぱいね。しょっぱいね。ガローのジャケットと、刀身ハンマーと、闇衣下。このハンマーのさ、刀身の鉄槌は使いにくいよね、なかなか。休み状態にした上での威力の話だから、なかなか使いにくいハンマー、むずいね。それこそマインドブレイクとかねえと組み合わせてやれって言うのって感じ。雄たけび積むっていう話よな。でこれがラストかな、杖ね、刀陣杖と羽衣上とミラボーレ。もうミラボーはもういっぱいある。これもう2つ目貫突目指すかぐらいの勢いだよね、こうなると。まあこんな感じでした。まあ悪くないかな、けどもうこれ以上黄金竜の福引き引いてもうまみないかなとは思いましたね。もうこれでだいぶ貫突までいけるんで、
今後はやっぱその新装備なり新装備なりを入手していくべきかなって感じですね。新装備、あとはメタスラ系ね。メタスラ系はやっぱりそのハグ鍵ね、ハグレートの鍵とかメタルキングの鍵とかの周回でどうしても使うんで、それの貫突持ってたら両方に使えるから便利だよね、うん、どっちでもメインウェポンとしてね、全然スキル付け替えればメインで使っていけるんで、たまにねストーリーやってたらハグレメタルちょろっと出てきて、その時に限ってねハグレ武器とかつけてないから、もうテレレテレレってすぐ逃げよるから、だからハンマーもうマジでめっちゃ出たな今回。ハンマーはとりあえず貫突させて使うとして、あとルビコンね、ルビコンも使おう、うん、ルビコンは新鉄撃何本かつけ2個つけれたかな、ってな感じで今回なかなかいい収穫でした。うん、今後はちょっとね回す福引き考えていかなきゃな。2枠確定で黄金竜来てもちょっと回さんかもしらん、だったらロト剣とかルビ剣、まだね未だに持ってないロト剣、ルビ剣、天空剣、その3種どれか1本どれでもいいからね、そろそろ欲しいよね、どれでもいいから、はい、そんな感じでエテポンゲの黄金竜、2枠確定福引き、福引き、3万ジェムぶっぱ動画でした。お疲れ様でした。また魔王級やっていこうと思います。